はい、今日はですね、注ぎのプロの春尾さんに今日ちょっとお越しいただきましたので、ちょっと自己紹介の方をお願いいたします。はい、こんにちは。はじめまして、春尾です。かっこいいですね。決まってますよ。そもそもちょっとすっごい聞きたいことあったんですけど、注ぎのプロって何ですか？注ぎのプロ、そうやね。俺はもう注ぐことだけを生業としてるんだけど、はい。よくあるじゃん、結婚式とかでさ、例えばのこうワインサーブしてくるじゃん、かっこいいやつですね。あれの外注を受けてる俺。もうそれだけ。それだけ。そう。あとは普通にそのビールもそうだし、はい。まあコーヒーもそうだし、もう注ぐことに関しては俺は生業としてるから、もうその専門の仕事。そんなのあるんですか？そうそうそう。意外と知らないでしょ。いや、でも初めて聞きました。そういうのがあるわけよ。じゃあ私たちが普段その注いでるものはもう注ぎじゃねえっていうことで。そうやね。あのもう素人アマチュアっていうこと。全然全然。そこにもう価値はないね。いや、もうぜひ見てみたいですね、その注ぎを。もう全然見せてあげました。ぜひぜひちょっとぜひ、やるから。はい、お願いします。すみません。はい、したらね、まずこの定番のワイン。ワインじゃ注ぎ方から見せていこうと思うんだけど、はい。正直ね、俺もう注ぎを生業としてるから、はい。注ぐ知識しかないわけよ。あ、知識もある。そう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 、プロですね。そうそうそう。だから銘柄とかわからん。わからん。わからない。そこ銘柄俺知らん。あ、銘柄はわからん。だから向こうがオーナーが指定されたもん、これついてきてっていうのをかしこまりましたって俺作ったけど。でも注ぎに徹してる。注ぎだけに徹してる。そしたらもう早速ワインの注ぎ方見せていきたいんだけど、でワイングラスがあって、まずこっちね、持ち方が結構ある。みんな一緒じゃないんです。そうそうそう。まずボトルを上にするっていうのが鉄板なので、鉄則ボトルを上にします。でワインのボトルの形状にもよるんだけど、そこに穴が開いてるの、これは浅いんよね。浅い。そう、触ってみ。ここってそこまで深くないでしょ。そうですね。で、ボトルによっては深い方が、指をここに入れた方が安定するわけ。あー、なるほど。けど浅い場合はこうなった時に固定ができないよね、手首が。深いのだとそのやりそう方そうでやそうる。そう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 。浅い場合はもう親指を上にかぶしてしまう。あ、でもなんかそういうの見たことありますね、そう。ちょっで、と。このままこうサーブをする。っていうのはまずこれが持ち方。でももうかっこいいですよ。でしょ？はい。で、これポイントがあって、太刀でまずワインをサーブするときっていうのは、これ見えるかな？これな、こう半身になる、グラスに対してこう半身になる。はい。で、ラベルを上にしてグラス一直線になるんだけど、はい。その時にこの膝を絶対曲げちゃいけないの。こういう風にしてサーブするのがダサいわけ。あ、もう見た目としてって。そう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 。絶対ここは一本して、体をこっちにこう持っていくわけ。で、こう手首引く。かっこいい。じゃあ実際やってみるね。まず開けます。ラベルを上にして親指添えます。センター持ってきます。で、こう持った時に半身になって、こうやって次だけど、この時上げる瞬間こういうふうにやってしまうと、わかるかな、垂れちゃうんだよね、ここが。ここはそういうふうに垂れてしまうから、上げる時のコツとしては、いや、素晴らしいですね。っていうのはこれが基本的なワインの注ぎ方が。いや、もうかっこいいですよ。いや、なんもないよ。これは、なんもない、なんもない。大丈夫、大丈夫。いやいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫、なんもない、なんもない。いや、先ほどはもう素晴らしいワインの注ぎを見せていただいたので、次はビール。缶ビールに関しては、これもね、いろいろあると思うんだけど、まず自分で注ぐ場合、やっぱり一番最初にそこに当てる。そこに当てる。そう。最初からこうつくんじゃなくて、こっちに当てちゃうの。こう当ててってからこっちにして、これで8に。いやー、でも素晴らしいですね。本当に8対2ですね。これ8にですよ、これ。いや、これ8いやいや、素晴らしいですよ。これ8素晴らしいですよ。になるわけ。
じゃあ次はちょっと泡多めの6対4の比率でちょっと注いでいただこうかなと思うんですけど、ちょっと難しいですか？6、4だよね。4が泡だよね。そうです。そしたらちょっと泡を多めに立たせなきゃいけないから、ああ、もう余裕だわ、いけるわ。あ、いけます？じゃあ見えました。見えてる見えてる。最初にもう一気に泡を作ってしまう、で、そうそう。これ 6対4。まあまあまあ見てみ、こっからないよ。変わるんですか？まあ見てみ、ほら。それではちょっと、まあ、私がちょっと無理やりお願いしてしまったんですけど、まあ、春尾さん注ぎのプロでもう体に注ぎがもう染みついてるってことで、まあ、ちょっと目隠ししてもできるんじゃないか、まあ、春尾さん本人はちょっとやったことないっておっしゃってるんですけども、まあ、ちょっとそこまあできますよね。まあ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 、もうずっとこれで僕はお金もらってるからね。そうですよね。まあ、これぐらい多分大丈夫でしょ。じゃあ見せたら、こちらボトル。あ、これな、はい、ありがとうありがとう。まず開けて、さっき言ったみたいにこれ浅いタイプだから、はい、親指は絶対上に取る。はい、安定感見えてる。見えてこって、はい、ボトルをちゃんと上にして、はい、ラベルな、はい、ラベルをちゃんと上にして、これ注ぎはいい。グラスはグラスどこにある？ここ見ていい？はい、あ、じゃあここな、ここに普通注ぎはいいな、はいはい、センター中心取って、はい、お注ぎはいいだけだから。ハロさん、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 おい、いけてるべ、これでいけてるべ。ハロさん、うん、